はい、どうもルルシュでございます。本日の動画はですね、あることを募集する動画になっております。というのも、私ルルシュのゲーム実況の、チャンネルがもうすぐ3周年ということで、その記念にちょっと動画を考えていまして、というのも私に対する質問、そして、恋愛相談とか相談したいこと、この2つを、動画のコメント欄にて、募集したいと思います。視聴者の方から少しねリクエストがございましたので、そちらを採用させていただきました。ちなみに3月25日でちょうど3周年ということになります。で、一番私の古い動画をね今見てみたんですが、ちょっとねありますね。こちらがやはり3月25日に投稿されています。2015年の3月25日。2015年、やばい、本当に3年経ってる。私待って、3年前の私ちょっと見てみます。絶対やばいからちょっと見てみましょうか。やばい。はい、皆様こんばんは。どうしよう。ね、もう顔面が違うよね。やっぱ年取ったな。年取ったな。髪もめっちゃ伸びた。やっぱり3年で伸びるもんだね。やばいやばいやばい。いや、あのね、これ以上は私の公開処刑になるので、あの気になった方は私の動画を古い順で見てみてください。多分面白いと思います。はい、ということで改めまして、私のチャンネルが3周年を迎えるということで、こちらの企画で私に対する質問、そしてあと相談事、この2点を何でもいい、本当に何でもいいので、この動画のコメント欄に、書いてってください。本当に何でもいいです。でですね、今回は期限は決めません。というのも、今回25日まで日にちがちょっと短いですね。もう少しで25日になってしまうので、ここまでの期限ですというのは決めないです。ただその動画を上げる、このね質問に対する答えをね、する動画を上げるのがもしかしたら25日過ぎてしまうかもしれません。本当大変申し訳ないんですが、確実に25日当日に上げるっていう風に確約はできないので、ちょっとね、あの質問募集の期間も期限もちょっと決めないようにしました。はい、というわけで、できるだけ25日当日に上げれるように努力はします。なので、本当に質問に答えてほしいって思う方は、早めにコメント記入をよろしくお願いいたします。たくさんの質問や相談ごとのコメントを待ってます。よろしくお願いします。ではね、本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。